基本的に伊豆高畑、二郎いると思ったら釣り切りでいいと思ってるから。悲鳴が入った今。叫び声が聞こえた。悲鳴が。誰か殺された。はい、よろしくお願いします。クルーメイト、メイヤ、トータス、あの高田す、誰だろう、もう一人と思ってやめちゃった。ナイス、ほいおもろいボタンやな、ほんま。あ、もう進まんかった。最高のボタンですね。もう怒ってんの分かるもん。ナイス。宿舎行きましょう。はい。マジかよ。早っ。工藤丸さん、メイン脇です。ん？いたっけ？メイン脇で、多分シャワーの方に行ってるんじゃないかな。シャワーかエルキかわかんないですけど、僕メイン脇でゴミ箱タスクやってるんで、どっちかに抜けてるはずです。最終メイン除染終わってシャワールームの扉開けたくらいだけど、その辺では見てないかな。いたか、工藤。どっけ、まあ、伊豆は覚えてる。高田さんと僕忘れ違いましたね。手で直しました、展望です。うん、このターンめっちゃ短かったと思います。自主点で隠しろを打てるのがトータスさん、うん、お互いに白だよね。うん、ほぼ。俺が最後ギリギリ登ってきたのを左で切ってない限りミーティングに一緒に行ってたんで、プテハさんは 100% で白です。アルマテドは、まあ、すごい薄い線である。僕エンジン脇でエンジン配線やった後に宿舎に行くときに新竹を見ていて、でその後宿舎金庫で終わりです。え、アルマ僕も見てない。あ、パタサコ、あ、そうや、ね、配線一緒にやって、多分メインの方に行ったから、僕が弁当掃除やってる時に多分右に誰か抜けたから、それがパタサコ、うん、そうです。はい、工藤、アルマとエンジン脇、コミュ武器、キッチン、展望デッキで配線して、キッチン武器庫で武器庫の下のタスクをした後出てったら、武器庫からキッチンに入っていく竹雄さんを見て、なので左側にいなさそうな気がするんですよね、藤宮工藤って。うん、分かんない、宿舎前の脇が分かんないから。あれだけな、宿舎前はね、4人ぐらいいたね。慎太郎、竹雄、トータス、橋、トータス。てか僕が金庫に行ってて、ミーティングにも2人いるんだったら、まあ宿舎は無理だと思うけど、うん、メインから右かなって思っちゃう。工藤さんは詰めれるかなと思って、うん、高田さんってどこ脇でメイン来ました？アーカイブです。あ、じゃあ、アーカイブシャワーメインって言って、工藤と会ってなくて、伊豆としか見てないから。あ、じゃあ、2択っすね。初動でエリケに降りてるか、メインの除染とかにいて高田さんが見えてないパターンかの2択ですね、基本的には。除染にいたら俺がインポスターやっちゃう。いや、一番最初。最初。そう。うん。まあ、結構左は弾けるんじゃ。僕目線、多分竹雄さんはかなり厳しそうな気がするんですよね。うん、え、審査はどこに行ったんですか？僕、最後、武器庫で終わってます。あ、左に行ってるのか、審査、うんうん。うん、武器庫まで竹雄さんと一緒で、竹雄さんが先にキッチンに行ってって感じ。そうね、僕はもうパン張り付いてシェリフ出といていいと思いますけど。あ、僕です、シェリフ。まあ別に僕白1だと思うから出なくていいかなと思ってる。白1ではあるね。これ相当詰まりそうな感じはあるけど。そうっすね。竹雄さんと慎太郎さんって結構長いこと一緒に行動してました。そうね、エンジンキッチンまで一緒で、エンジンのゴミ箱あたりで二手に分かれた。うん、よいしょ。え？びっくりした。もうこれびっくりするわ。あれ、弁当の開閉ってしないんだっけ？タスク、あのタスクしたときってしないんだっけ？え？ナイスー。ナイボー。ナイボー。新竹メープってまでは白。俺はね、あの最後もう結構早めというか、竹雄さんが武器庫からキッチンに入るタイミングで武器庫の下のとこから出てて、そのままメインの真ん中までは行けてるから。あ、そのとこまで。うん、割と一応容疑者位置には入るとは思うけど、僕目線で竹雄さんが、うん、
厳しい、停電直してるのだったら厳しいと思います。で慎太郎は僕は見てないんだけど、武雄さんが見てるんだったら慎太郎も左側にいるってことで厳しそうって感じじゃないかな。連鎖的にアルマ君がシャータに無理って言うと俺まで無理やと思う。これミーティング左、あ、まあまあまあ、うん、別に大丈夫ですよ僕視点で、うん、プテトータスがミーティングなんでね、うん、お互いに見合ってるんで、うん、でアルマが宿舎前だから、アルマって俺が初手左にいたの見てくれてるよね。あ、見てます。コイマイツルに入っていくのまで見てます、うん、でだからもう基本的に僕目線はタカ、イズ、イズ、ハタ、ハタじゃないか、の中にニーロいてもおかしくないなっていう。そうだからここでの九度丸さんの死因をちゃんと洗い直したがいいと思っていて、もう一回コード話すと、俺はメイン湧きゴミ箱タスクをやりに行く、メインで湧いてる九度丸さんを見ている、で高田さんがアーカイブからシャワーメインと来て、九度丸さんを見てないから、九度丸さんの初動の動きは基本的にメイン漁船またはエレキにサイスクで下っている。でその後高田さんはエンジン方向、僕はメインシャワーの方向に行ってタオルタスクをやったり配線やったりをしている。で最終的に畑さんがどっちからメインに、メインの除染のとこから、シャワーの扉を開けたところ、エンジン方面から来たってこと。はいはい、そうです。エンジン方面からアルマに行ってるのを見てもらってるはず、まあ、でその畑さんが見てないってことは基本的に死体想定位置はエレキ方面に降りていってるのかなと思ってます。まあ、だとしたら僕は畑さんこの後ろにいる感じになるから、いやそうなんだよな、メイヤさんよりはパタサコの方が、うん、ってか伊豆さん視点でもう高畑ってこと、高畑どっちかに絶対いると思ってます。どっちもじゃない、なんかもう左側の証言的に僕目線になっちゃうけど、ああまあ藤宮さんの死人が全くないからそれで確定させていいのかなと思うんですけど、工藤丸さんに関しては高畑二択かなと思ってます。いやないからこそ、いや工藤丸さんが右予想だったら左の陣外の可愛いもないから、左にそもそも見た人がいないんで、藤宮君だったり、うん、左側じゃあ旗名ぐらいしかないじゃないですか。じゃあ畑さこに投票しちゃおうかな。左が旗名、え違うの、だって高い図がシャワーって高い図シャワーだから工藤さんの方がそっちで、藤宮の方が旗名なんじゃないですか。僕は相方名やさん、相方じゃないや、タロシンコミュ、アルマコミュ、ついでにタスクをちょい、アルマがチェリフなんで、誰もいないやない、おい、はい、はい、畑さんがなんか相方、ね、なんか僕は相方名屋さんなんで、畑さんが今さんの時僕は相方じゃないです。あ、そんなこと言ったんだ、言ってました、最後に相方相方名屋さんとか言って言いやがってふざけたこと言ってましたね。多分自分が新外だったら相方名屋くんぐらいしかないみたいな主張じゃなくて、なんかそうニュアンス的にそのなんか失言っていう感じじゃなかったと思うけど、畑さんこの後ろの名屋さんもいる、あーまあ、ていうか工藤丸さんが右予想だった場合って仮に左のかばい合いが発生していた場合って、左の人間が右のキルもしないといけなくなるから、基本的にだからプテタスが一番白い位置に入ってる、アルマさんがシェリフっていう状況で、基本的には白だと思うけど、メイヤさんに見られてるんだって左で、その三陣外だった場合って右でキルしなきゃいけなくなるから、基本的に伊豆高畑、二郎いると思ったら釣り切りでいいと思ってるから、悲鳴が入ってる、叫び声が聞こえた、悲鳴が、誰か殺された、怖っ、誰の音で聞こえたんだ、まあ、いいや、え伊豆さんじゃない、え大丈夫、怖い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 、女性の悲鳴が怖っ、いやちょっとおかんはいますけど、おーってびっくりした、まあまあで整理し直すと基本的に釣り切るんやったら伊豆畑か釣り切っていいんですけど、それでもし終わらなかった時、例えばこの後高田さんつって終わらなかった時に自分から出せる視点としては、工藤丸さんがエレキに最速で降りているパターンで、そっから関とかに行ってたらまた話が変わってくると思うんで、基本的には釣り切りでいいと思うけど、それで終わらなかった時に工藤丸さんが関とかキッチンに行ってると思って、もう一回議論をし直してほしいっていうぐらいですね。まあこれ4人釣ったら基本的に2は落ちると思うんですよね。釣り順だけちょっと考えないと。そうだね、高い図のどっちかは釣りたいけど。落ちるじゃないか。釣り順というか。メイヤさんってパタソコより後ろにいるから。
ファッああ、まあでも。新商一番いいのは麺屋さんです、ね。うん、僕も麺屋さんの方が新商うん。いや、なんか心配なんだろ。俺、つってもらっても全然大丈夫なんですけど。まあ、僕がインプスだった場合、3人に相方が絶対いるような状況だと思ってるから、そこにもう的を絞ったっていう行動から、うん。まあ、ボタン使ってくれてるし、伊豆さんからでいいんじゃないの？で、次、高田さんで。あ、伊豆さんから行く。まあ、任せる。工藤丸さんの情報出してんの俺だけやから。それもいいけど、ね、うん。それはね、多分ね、中野アルマが決めた方がいいと思うかな。終わりでしょ。マジでどっちでもいいかなって。おーい、工藤丸さんの情報出してんの俺だけやで。俺だけやで、歴で切ってんの。つまんな。3マス釣ります。はたいずってことか。ナイスフィット。ナイス。ナイス。あら、いや、でも結果終わったと思った。何人かい。え、結局音なんだったんだあれ。あれマイケルジャクソンみたいなの。いやなんか伊豆さんと高田。いや疑いやる疑いやる俺の配信見てるんやけど、俺の配信は誰も聞こえてないって言ってる。じゃあ伊豆さん。伊豆さんが聞こえてないだったら多分そうじゃない？伊豆さんがディスコで伊豆さんしか動いてなかった。ほんまに？おかん大丈夫？アルマくんがアルマくんが死にそうになってるよさっきから。いや俺もマジ一回見た。いや笑いこらえない。いきなりマイケルジャクソンみたいな。イグさんのファンじゃないよ。びっくりした。窓開けてるからかな。窓開けてんだ。怖いけどね。今度外におるもん。怖いよ。怖い。なんかドン詰めしてる人いるってなるじゃん。結構割れるぐらい。トイレ行ってきます。トイレ行ってきます。怖い。え、ほんまに？え、そう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 。割れ、すいません。割れ気味の。申し訳ない。結構近くで言ってたよ。怖い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 。伊豆さんが気づかないうちにしゃっくりしたとかじゃなくて。いや、ない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 。へぇ、面白い。そうそうそう。今のめっちゃ似てる。すごい。こんな感じで。え、今窓開けてるんですけど、僕結構高い位置に住んでるんで、外の声とかでも多分ないとは思うんですけど。逆に怖いじゃん。張り付いてんじゃない壁面に。怖すぎ。いや、わかんないです。ただ、おかんは僕が配信してるのを知った瞬間にドアをわざと強めに閉めたりとかするタイプの人間なんで、もしかしたらお茶目でやったのかもしれない。お茶目で母親が結構ありますね。あー、やばい。おもろ。結構な。結構本当、ば大きい音だね。マジで。見てほしいな。地味でも聞こえてないの、怖っ。えってなった。いや、なんでみんな時止まってんだと思って。俺がそう。はーい。いや、マジででもマイケル・ジャクソンだったよ。いや僕自身はちょうど僕が真面目に議論してる最中やったんで、あ、これなんか人外つけて笑われてんのかなと思ってた。急にマイケル・ジャクソンいたんだって。本当にこうこうほんまやからだもん。いや、でもうまい。再現そのままだ。本当にポーって言ってたよ。